皆さんの大好きなふるさとを思って聴いていただきたい曲です。私のふるさと栃木県の大田原市というところにあるんですが、そのふるさとと私のお父さんを重ね合わせて、作った曲です。皆さんの大好きな家族を思い描いて聴いてください。心のふるさと。柔らかなぬくもり。
なりました。皆さんダンスあり、歌ありでたくさん目白押しなところを見ていただいて本当になかなか時間が長くなっていますがありがとうございました。それでは最後はミャンマーの水かけ祭りといえばこの曲、皆さんと一緒に歌いたいと思います。その前に、素敵な一緒に歌っていただく歌手をご紹介したいと思います。ベトナムでも大活躍をされています。皆さん拍手でお迎えください。上野優香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回ミャンマーというところに触れるのが、何回目になりますか？ミャンマーは初めてですね。初めて出演させていただきました。実際ミャンマー、結構感じてみてどうですか？初めて触れる文化だったっていうのもそうなんですけれども、はい、いろいろ驚きもあって逆にこうまたこの歌をミャンマーで歌ったら現地の方にはどういう風に伝わるんだろうなっていうワクワクもあって、さらにこうミャンマーについてもっと深く知りたいなっていう風に思わせてくれるそんなお祭りでした。ありがとうございました。はい、ぜひまた優香さんもミャンマーに行かれた時は楽しんできてください。ありがとうございます。それでは、このパシフィックのメンバーも呼んでみたいと思います。先ほども登場していただいたミャンマーの伝統舞踊金モモことモモちゃん、そしてミャンマーのパーカッションナスジ、個人的なナスジさんの強烈なファンがいらっしゃるみたいな。はい、では今日はこの最後にメンバーでミャンナンタを皆さんと一緒に盛り上がって歌いたいと思います。それではぜひ手拍子していただけると嬉しいです。それでは本当に今日は、長い時間皆さんありがとうございました。この後もミャンマー祭り楽しんでいってください。ではマンタンイエコミャンナンタ、「
Yeah.